ホルムスキヨルと家族の肖像画、ガイエンス・ユールテオドア・ホルムスキヨルは、デンマークの植物学者、役人である。フィュン島の入棒に、外科医師の息子に生まれた。父親とコペンハーゲン大学で医学を学んで、1760年に、卒業した。在学中に3年間にわたって、教授のロットボルと共に、死の費用で、ヨーロッパを旅した。ドイツやオランダ、フランスの大学を訪れ、 多くの同時代の学者と交流し、ライデン大学やパリ大学では後に標本館を作る元になった標本を入手した。1762年にソレアカデミーの医学と自然史の教授となり、1765年まで務めた。ソレアカデミーに植物園を作り、役人として働くことになったためと、植物学の興味から医者として働くことはやめた。 1767年にコッペンハーゲンで郵便事業の管理者に任じられ、その仕事は没するまで続けた。1772年から王太号ユリアーネ・マリーの秘書官を務めた。王太号から信頼を受けたホルムスキヨルは、科学者、鉱物学者のフランツ・ヘンリック・ミューラーを招き、デンマークで初の皇室時期を完成させて王室御用達を。 ロイヤル・コペンハーゲンの運営の責任者も務めた。1778年に、シャーロッテンボー宮殿に統合拡充された、コペンハーゲン大学植物園の園長の一人になった。大学の指名した園長は、旧種のロットボルであった。王室の評価は高まり、1781年に、ナイト、1884年にゴヘホマラードの釈与を受けた。 植物学者としては菌類に関する著作、ベアータ・ルーリス・オチア・ハングイズ・ダナシス・インペンサの著者として知られ、2巻の著者は1790年と1796年に出版されたが、研究は郵便事業の仕事に就く前に行われたものであった。ホルムス・キオルが解説を書き、画家のヨハンネ・ネアンデが図版を描いた。74の詩が記載され、 そのうちの50余りの種は新種であった。この著作を、スウェーデンの博物学者、アンデシュヤハン・レチウスは絶賛し、レチウスは、シソカの植物の俗名、ホルムスキールアにホルムスキーオルの名前を命名した。ホルムスックは、植物の学名で命名者を示す場合に、テオドがホルムスキーオルを示すのに使われる。ありがとうございます。